日置俊明は、日本の政治家、総務官僚、岐阜県郡上市長、長良川鉄道代表取締役社長、岐阜県郡上郡や都見村大官民に生まれる。大和村立大和北小学校、大和村立大和北中学校を卒業。1962年3月、岐阜県立郡上高等学校を卒業。1968年3月、京都大学法学部卒業。 同年4月、自治省に入省。1983年4月、岐阜県臨政課長として、岐阜県庁に報職。以後、岐阜県地域県民部参与、中濃地域振興局長知事代理、岐阜県水道長などを歴任。2004年4月、財団法人岐阜県健康長寿財団の理事長に就任。2006年2月、九条市行政改革推進審議会の会長に、 就任。2008年1月、上記財団理事長、審議会会長を退任。同年3月の九条市長選挙に無投票で、初当選した。2012年、再選。2016年、無投票により参選。2020年、無投票により4選。2019年10月、市の清掃施設、九条北部クリーンセンターの40代の男性職員は、 上司から30分を超えるような長時間の指導や注意を繰り返されたり自分を移動させようとしたと思い込んだ上司から叱席されたりした。男性職員は同クリーンセンター所長に相談。所長から指示を受けた課長が上司を注意すると上司は男性職員を激しく叱席。その3日後の同年12月、男性職員はクリーンセンター内で首吊り自殺した。 2020年3月、上司は自己都合で退職。同年10月、パワハラと自殺には関係があるとして民間企業の労災に当たる公務災害が認められた。2021年8月31日、市はクリーンセンター所長を管理官特赦として減給10分の1の処分とした。また、効力はないが、元上司に 停職3ヶ月の懲戒処分相当であると通知した。日置は、ご遺族に心から深くお詫び申し上げる。ハラスメントを発生させない、許さない、職場のフード作りを目指すとのコメントを出し、自身と副市長の10月の給料を、それぞれ30%と15%減額する、条例改正案を、9月8日から始まる、市議会9月定例会に提出すると発表した。 死は遺族に和解金を支払うことを決めた。ありがとうございます。